輸血バーク足りないわ。すぐに補充して。あんたたち、なんて顔してんだ。輸血バッグ持ってきたぜ。背面にロザリアーザが出ているな。脊椎をやられたか。よし、オペに入るぞ。あんたたち、ちょっと。うるさくてかなわねえ。なんだよ、何笑ってんだ。お前が戻ってきてよかった。頼りにしている。いちいち芝居がくせんだよお前は。さ、さっさと片付けようぜ相棒。ああ。いや、お前がカルテ持ってきた妙なペイシェント。そうだ、この患者の症状はおそらく。なるほど。ああ、間違いないだろう。了解だ、行くぞ。よし、まずは追求の切除からだ。このまま反対側も切除するぞ。なかなかいいじゃないか。うん、盤石だ。硬膜の切開を開始。よし、落ち着け。慎重に切開するんだ。いい調子だ。脊髄とご対面だぜ。やはりか。構成中高を分けるんだ。いいぞ。相手は人間の支柱だからな。いいぞ、このまま慎重に。ガイドをよく見ろ。落ち着くんだ。いいぞ。さすがだな。このまま処置を続けよう。いいぞ、このまま慎重に。
重に。よし、再現者の摘出完了だ。なんだ、今までとは。構うものか。おい待て、相手は未知のウイルスなんだ。ではどうしろというのだ。検査に出す時間などないぞ。おいおい、少しは仲間を信じろよ。俺は診断医だぜ。こいつの形質は俺が分析する。分かった、摘出作業を開始する。くそ、血管が癒着した。もう一度切り離せ。いいぞ、このまま慎重に。血管の剥離に成功。待て、形質が判明した。この条件で軟性だと。間違いない、無理に剥がせば引きちぎれるぞ。不可能だ、そんなことをすれば。無理でも何でも、血管剥離から再癒着までの間に最短の時間で摘出するしかない。いいだろう。再癒着したか。何度でも剥離してやるぞ。なかなかいいじゃないか。状態も安定している。映像までは安心できない。よし、セット。ああ、ロッド用のスクリューを出してくれ。施術方法は通。盤石だ。処置を続けよう。半分だ。続けて反対側も処置しよう。うん、いい調子だな。今止めたスクリューにロッドを通すんだ。ライトによく見ろよ。うん、よし、盤石だ。もう一本のロッドを出してくれ。左右両側にロッドを通したぞ。処置完了だ。お疲れさん。並走処置だな。ステープラーを使おう。お、やるな。よし、オペ完了だ。喜んでばかりもいられねえぞ。患者は盛りだくさんだ。ああ、搬送して次の患者を入れるぞ。やれやれ、次の患者が来るとよ。こいつは参った。泣き言を言っても始まらん。すぐに準備を始めよう。相変わらずクソ真面目だな。オペレーションコンプリート。よし、次の患者を運べ。カニンガミ先生、こっちもお願いします。患者さんが痙攣して。くそ、キリがね。行け、ここは私が。任せる、後で会おう。リバビリンを追加してくれ。次の処置を想定して準備しておくんだ。マリア、ミス・キミシマ、信じているぞ。必ず血清を。